若い人って輝いてますよね、うん、若いですよ、まだ。いやいやいや、結構あれなんです。結構あれなんですか。うちにもこのハサミあります。話そらした。露骨に、露骨にこの話、こんなどうでもいい話題。これうちにもこのあるだろう。いやでもこれ私こんなところとは分かるけど、これ別にあるだろう。でもこのピンクの透けてるって最近見なくないですか。私中学生ぐらいの時にこれ使ってて家にあって、うん、あのプクプクするペン、知ってますか。あ、はいはいはい、書いた文字がプクプクしてするやつ、はい、そういうの流行ったんです、はい、で中学生の時にちょっと椎名林檎にハマってる時期があって、不条理ここにプクプクペンで、ここシールで全然椎名林檎が使わないようなペンで絶対買わないでしょ。あのプクプクペン椎名林檎絶対使わないでしょ。まあ、それが不条理。そ